はい、こんにちは、くさげです。CS マン監督キャリア始めていきます。はい、今日はまずメールから確認していきます。マッケニー選手の出場要求ですね。次の試合はスタメンです。今日の初戦はプレミアリーグ10位マンチェスターユナイテッド戦です。この試合のスタメンに出場要求になったマッケニー選手、そして獲得したマグワイア選手が入っています。それでは試合をやっていきましょう。さあ、マンチェスターユナイテッド戦。ディフェンスラインにね、マグワイア加わったからね、今日はちょっとバックラインセンターバック3人とももっと満員。で行ってみる。あ、ワンチャンね、なんか起きて無失点で抑えてくれると最高なんだけど。やべえやべえ、インサイドハーフが下がってないのがやべえ。一番赤とできるよ。よかった、危ねえ。いやー、そっち行っちゃうか。てかそっちに出す。いや、待って、マッケニーじゃなくてポグバがそんな。おっしゃ、ナイスブロック。いやー、マジか。いや、ポグバ、よし、ショックでテュラムに預けて。あ、テュラムじゃねえじゃん、マンキー一緒じゃん。いやー、無謀というか、そこにパス行っちゃうか。ちょっとあんまり中見てなかったな。ナイスブロック、危ねえ。なんか全然パス繋がらんし。どういうことなんだよ。よし、来た、出た。あー、ダメだな、これだとさすがにクロスだと早い。ちょっと一回キープして、デンベレに預けてシュート。あー、強かったな、ちょっと。ここよし、いいところ、デンベレサイドで開いて、ここは、あー、ちょっといけるか。あー、ちょっと厳しいな、まあ、ちょっと厳しかった。誰かキープできてるか。できてるな、 OK。 あー、パスねー、パスコースねーよ。みんな上がっていってるから、同時に上がっていかないで、誰か一人ぐらいは残ってくれ。 OK、 もうリターンして、んー、またなんかパスコースないな。ここいった、マルクス・ティラム、よっしゃー、先制点、完璧、よかった、なんとか先制点もぎ取った。いや、うまいことつないで回せたわ。ティラムいいところに走り込んでたわ。オフサイドにかからないタイミングだった。いや、前半20分ぐらいまでずっと相手ペースだったからな、パス1本も前にまで続かなげなかったし、相当危なかった。マイン普通にめちゃくちゃ強いんだけど、かわされちゃうんだよな、なんかだよね。まあまあまあ、ニアブリがもうすげえ真ん中詰めてきてんだよな。オッケー、ナイス。おー、いやー、トラップでけー、くそ、惜しいか。いや、なんでそこ開けたの、なんでプラスチフリーにしたの。おい、やべ、あー、おー、ラッキー。スライディングして転んで出たやつにぶつけてくれて終わったと思ったわ、完全に。免疑、足で、まああれはもう完全にブラシッチのミスだろうけど、転んでるやつにぶつけてるからね。いや、待て待て、行き過ぎるな、ザカリア。あ、待て待て、オッケー、ナイスブロック。いやー、ちょっとどうしようかな、これ。いやー、終わっちゃったよ。持ってるだけで終わっちゃった。いまいちなんか最後展開がないなと思ってたけど、まあ、前半 1-0 となんか、まあいいっちゃいいんだけどな。オッケーオッケー、それでいい、それでいい。ここはロングボールでしょ、前から来るんだったらロングボール。うわー、くそ、ロングボールでな、なんか競り勝てないな。マンユー強いな、センターバック。ティラムターゲットにした方が良さそうだな、これ。うわ、やっべ、あぶんね。そう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 、で、ここでティラムをそうそう、ティラムをターゲットにする。いやー、マジでそこ、うわ、終わったか、終わったわー、同点。いやー、強え、マンユー、マジで全然、めちゃくちゃ強くね。いやー、全然ダメだ。あのロングボールも押し返せんし、前からプレッシングも来るからさ、かわせねえんだよ。いやー、前線ロングボール上げても競り勝ってくんねえし、バックラインで回そうもんならカットしてくるからな。攻撃だけならまだしもって感じだな。守備普通に勝てんだよな、マンユー。パスね、あー、いいところねえんだよ、全然。C っていうならサイドがちょっと緩いかなってぐらい。ここでちょっとバイリー寄せて、ちょっといけ、よし、来た、クロス、来た、はい、オッケー。さあ、勝ち越し。やっぱサイドから崩していくしかないが、ちょっと守備ほんと硬い、中央は。うまいこと今のクロスをやったな。クロスとポジショニングね、完璧だった。デンベレ、完全にフリーになってる、一人だけ。さあ、デンベレ7点目。5試合で7点と。やりたくねえな、こいつら、もう一回。よし、いいところ、ビナグレ、ビナグレ。よし、よし、いいところ。サイドに走ってもらって、あ、これはいけるな。よし、クロスだ。来い、通ってくれ。あー、おー、ダメかー。マジかー。クロスは良かった、ビナグレ。相変わらずいいクロス。ただ、まあ、ちょっと距離あったか、ボールにしても威力完璧だったけどな。今
2点リードは欲しいよ、こいつら相手に。攻めて2点リードでも追いつかれる可能性あるけど、それでも欲しかった。一時的にでもいいからリード欲しかったな。気持ちが安らく。ニャブリがなんかすげえ、ニャブリが中央詰めてくるからやり、いやーマッチで完璧に崩されるんだけど、ニャブリどこまで好き勝手してくるんだよマジで。いやー好き勝手やられたわニャブリに。マジでボールも奪えんかったしな。いややべえな、マインユ強いよ。ちょっとマインユ相手にサイドに開く守備あんまり良くないな。でも中央絞った方がまだ守りきれると思う。でこうやってサイドだね、徹底してサイド。マインユ相手はもう徹底してサイドだ。ファちょっと、あ、完璧。いや嘘でしょ、決めてくれよちょっと。ここでねプレスかけてくる時と、かけてくる時とかけてこない時があるから、マインユすげえやりづれんだよな。上がれ、おーし、とりあえずティラム。もうこれやっぱサイドは開くね、サイドは開くんだけど、そっからだな。いやここはここデンベレ、うわー最悪。クロス、あーオフサイドだ、通ったとしてもオフサイドだと思うだよね。いや違う違う、センターバックじゃない、センターバックカーソル、あえやマジでインサイドハーフに、センターバックに。オッケーオッケー、わーぶんね。いや嘘でしょ、もうこのロングボールでの逃げのボールが全部ことことカットされるんだよな。マインを本当に全部カットして全部拾ってくるんだよな。やべって、あー危ねえ、ナイスマグワイヤー、ギリギリ。ここなんだろ、ワンチャンあるな、ここらへんかな。ここ来い、早め、きっと、あー最悪、あータイミングフィニッシュとかしなければよかった、マジミスった、もったいな。いやもったいない、今のプレーちょっと待って、やべ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 。そして即カウンターはやべやべやべ、マジでやべって。いやーザカリア、ここな、マインユもこれカウンターなんだよな基本戦術が。ちょっと待って、やべやべやべ、やっちまってる、やっちまってるって。おーぶんね、おーナイスキッチ、やっぶんな、もういいわ終わろう。さあロングパント、終わりでしょ。いやーマインユ強いよ、間違いなくここまでで一番強かったチームだわ。まあシュート本数は同じだけど、正直マインユめちゃくちゃ怖かったけどな。続いての試合は UEFA チャンピオンズリーグということで、一旦まずはグループを確認していきます。まあ一番上のグループはまあユーベだったか、もう試合あったのユーベとレスターが勝ってると。このグループすごいな、なんかあんまり CL に出ない組が出てるって感じがする。レスターもヘルターもあんまり出ないし、ブルージャーたまに出てるか。でまあ他はまあ、うん、まあ割と順当組というかよく見る組だね。まあここは2位通過がちょっと激しくなりそう。ああまあここもよく見るか。ここは、まあでもここも、うわ、すげえ、ここ全部引き分けてるじゃん。まあであとはまあこんな感じですかね。ああ、グループ F がまあうちの所属するグループですね。バルセロナ、ウルブス、アタランタ、ミッティラン。まあ相手はバルサかアタランタかな。で、あとはまあグループ G、H って感じですね。それではグループリーグ開幕戦アタランタ戦をやっていきます。この試合疲労のあった選手を入れ替えています。それでは試合をやっていきましょう。さあチャンピオンズリーグ開幕戦アタランタ戦と、まあ今日の初戦かなり控え中心では言ってるけどね、結構知った顔が多いマジでこの試合。いやしかもちょっと待って、これすごい早いな、スリートップ、ナイスタックルだけど、めちゃくちゃいいタックルだったわ今の。おーそっち出ちゃう、勇気だね。 OK、 ベルナルデスキ上がって、いやこれ預けるか、シュート、うわ惜しい、いきなり行ったかと思った。いや相手、ちょっと相手のスリートップめちゃくちゃ中央絞ってきてない。ここはディサシ、オッケー、ファーなし、オッケー、危ねえ、ナイスディブラフか、危な、これ守備陣は幅絞った方が良さそうだな。中央オッケー、シルバにシンプルに預けて、さあどうするか、テュラムがまあ戻すかね、これは OK、 ダッシルバ上がって、ここのプレス異常に緩いんだよな。はい、テュラム、はい先制点。ミドルゾーンのプレス異常に緩いな、あの中盤の位置、中盤のプレスが異常に緩いんだよな。ポグバがそこでボール持ってたら誰も来ないし、あ、じゃあ CL 開幕はマルクス・ティラムと。さあまずは先制点と、ただちょっとこれなかなか相手攻撃力あるからちょっとこれ苦戦しそうだな。いやポグバだってアップね、そうこういう相手に後ろで持つのマジで危険だからね。 OK、 うーん待て待て待て、これ一回ちょっとゆったりしよう。
ポグバ、オッケー、ジョタ、あージョタじゃねえ、チルキだし、中央、ここ誰か来てくれ、んーどうこれ、おお通るんかい、あそしてハンド頑張ったのにね、ベルナルデスキのダイレクトボレーが手に当たったっぽいな、これは当たったのか、まあ当たったんでしょう、直前止められてるからな、まああれ代表だけど、決めてくれ、ポグバ、いやマジ、いやー一時期全く止められてなかったんだけど、マジか、ここに来て2連発か、2連発で止められてるわ、ちょっと待って、いやーちょっとこれプレッシングきついな、いや危な、めちゃくちゃ危ね、寄せられすぎでしょ、ロングボール出すまでだいぶ時間かかったな、敏捷性が低いのか、クラーニュだって、いやー危ね、ナイスブロックだけど、それ無理なんだって何度も言ってやるけど、こぼれ球をすぐ拾われると無理よ、まだ知ってんだよ、ブロックしたのによ、頑張ってんだけどさ、エマニュエル・ヌニズが頑張って、もそれは防げねえよマジで、やだな、なんかいまいちうまくいってないね本当に、今シーズン特に守備だけど、攻撃がうまくいってるというか、 OK ナイスカッチ、ちょっと3試合連続ドローはマジでやめてくれよ本当に、勝つと今日は勝とうぜ、負けてねえのはいいことだけど引き分けは別に、よし来た、はいナイス完璧、ベルナルデスキ抜け出した、シュート、よっしゃナイス、ベルナルデスキ初ゴール、アタランタは守備はそんなにきつくないんだけどね、かわしたりするのはこれも完璧だったし、ベデリコ、ベルナルデスキ1ゴール、まあ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 、これとりあえずリード、ただ1点だからな、あれは無理だわ、タイミング悪すぎ、オッケー、おいよ、ナイス、ナイスカットなんだから、ビナグレ、よし完璧、ファー、ファーつってんじゃん、ファーつってんだからファーに出てよ、まあいいわ、終わった、とりあえず前半終了、まあでも今日のあの失点はマジどうしようもないからな、うわーいい位置でやっちゃったよ、しかしこれはやばいな、最悪だよ、オンゴールだ、まあでもこれはゴールキーパーを攻められない、なんか今日散々だな本当に、いやまあでもこれゴールキーパー悪くないよ、仕方ないもん、そんなにずれてなかったしな、ああそうね、ディブラフ感のためにも追加点取って勝とう、中央落ち着いて、いやいやいや、ぶね、落ち着いて回したかったんだけど、ビナグレ、いやーここなんでティラムまで上がるんだ、まあ、ティラムに預けて、ポグバに預けちゃって、んーどうするかな、ダシルバ、ここいいね、うん、ここ、ここベルナルデスキー完璧、うえオッケー、ハイナスカット前と、チェルキーいい形、あティラムいいね、あったか、これタイミングオフサイドない、いやーマジでそのシュート、ディフェンダー集中しすぎだろ、ポグバあんだけ体前に入っててボール奪えないどうなんだ、いやーちょっと待って、ベルナルデスキー上がって、あいいね、ダシルバマジでいい、ここはもう一個持ち上がって、こっちをポグバ完璧、マジでお前ら何ふざやってんの、おっしゃいける、いやーキープ、オッケー、ナイスキープ、クク、うわー絶対デンベレ使うべきだったな、ポネス来た、行ってくれ、よし来た、あー誰か来てくれ、お行けるか、あーダメか、めっちゃいい感じでフリーになれそうな雰囲気出してたのに全然慣れてなかったね、勝ってくれ勝ってくれ、お願いそこカルツのはありがて、ここポデンス、ポデンス、いやマジかよもうこいつらダメだ、あーここ最近で一番最悪な試合だわ、マジで久々にひでえ試合だったな、シュート何本打っても決まんねえし、相手のゴールはさ、フリーキックのオウンゴールとさ、こぼれ球そのまんま拾われたどうしようもないゴール2本って、はい、3試合目はプレミアリーグ15位チェルシー戦です、はい、この試合は疲労のあった選手を入れ替えています、それでは試合をやっていきましょう、さあチェルシー戦、ここまでクラブは3試合連続で引き分けだからな、なんかいまいちね、いかないね、うまく、そろそろ無失点か、無失点に行けば負けることはないから、中央、
危なく、いやーそこじゃねえ、今パスに向かって出したんだけどな。まあこれ詰めるしかないな。マグワイアで、いやー危ねえ、ラッキー、助かった、マジで助かった。いやー危なさすぎる今のは。ちょっと終わったかと思った普通に。クリア、オッケーオッケー。チェルシーにいきなり押されてるんだけど、なんかじんわり押され、なんか攻撃のミスが、うわやっぱこれいきなり嫌だよな、絶対失点すると思ったわ今の感じ。今日もまだ失点だよ、もうほんと止まらないな、失点どこまでも続く。もうこれ完全にポジショニングだな。いやーブストス当たらなければ決まらなかった説もあるけど、多分決まってたな。あのコースは多分ポストの内側だろうし、当たってもティモベルナー戦1点目かよ。ああやべえ、飛ばしてたか。まあいいわ、もうーコーナー、コーナーもうほぼほぼ運だからな。グリッチ奪えない、それ本当に本当に奪えない、それ奪えてなかった。いやパスパスパスに変わってよ、パスつってんだからさ。危ねえなマジでつってんのに、危ねえ、こぼれたの巻いていくからな。この極めナイス、ここもなかなか、なんか今日攻撃も良くないな。立てデンベレ、いやー出せねえんだよそこ。お、ここ、よっしゃー、だいぶ無謀なパスだったけど、おっとよかったわ、ナイスショッター。このパスな、腰回りすぎだったから、パスが一瞬ずれるかと思ったけどずれなかった。さあ4点目今シーズン、てかリーグか、リーグ4点目、調子いいな。不運なゴールが2回だからな、もうきつすぎたわさすがに。あれはいいな、マンキー場、あかれ、あーちょっと微妙だな。ここで使いたいな、グリッチ使うか。 OK、 キープしてパス、いいところ上がってきたね。うわファイヤーマジ、スライディングしてきてそれかわしたら、うーん奪えってよ、奪いきってよというか。お危な、ナイスパス、よしさあちょっと上がれ、あー押せ、どうかなこれ、オフサイドない、ギリギリない気もするこれ。シュート、よっしゃー、ジョッタ2点目、さあ逆転、ジョッタ2点目、マジジョッタに頼ってるな今日は本当に。ナイスシュートだったけど、さあとりあえずリードと、まあただ1点リードはないようなもん、このチームに1点リードは合ってないようなもんだからな。また追いつかれるだろうし、どうせ守備の仕方をもう忘れてしまったわ本当に。何があったのか忘れたか分からんけど、もう完全に忘れてしまった。どうやって自分がディフェンスしてたかもう分からない。大丈夫かグリッチ、ボールをしっかりとキープ、やっべ、あーこれこれ、うわー打ってくるんか、そこで打つっていう選択肢はなかなかだな。いやーまあとりあえず前半終了と1対2、まあリードはしてるけど1点じゃあな。ちょっと後半も早く追加点取りに行かないと。ファブリッシオブストス、さあいいところ、うーんいいところだけどちょっときついな。あー待て待て、キープしてテュラムが持ってパズに預けて、グリッチいいところなんだけど、グリッチ通らないかそれ。サイド、わーウィングバックちょっと今突っ立ってたな。相手を押し込みつつ追加点を狙うと、戻す、ここ裏空いてる、あークロス行ったけどここ行けるな、ここ、はいナイス股抜き、落ち着いたシュート、さあ2点差、いやーよかった、落ち着、今のは落ち着いてたな本当。ここでショートパス選んだのも落ち着いたし、ゆっくりシュート行けた。さあとりあえずこれでデンベレも点取ったと、8点目、3対1、いや何とかとりあえず勝てそう。さあさあここグリッチとパスがちょっと下がる、前に行くんじゃなくて下がって対応、ここはカンテからベルナだろうな。 OKOK、 ここはジョタが対応して、やーべ、あーやっちゃった、うわーダメだよな、なんか雑だわ今の、俺の守備がひどすぎるな本当に、シンプルに悪いわ今のは。いやー雑すぎる、いくらなんでもホルゲートのプッシュ守備とかが雑すぎる、マクワイアの守備もひでえし、あーなんかマジで守備のやり方わからん、いやマジで俺どうやって守ってたんだ一体、
マジでディフェンスのやり方がマジでちょ分からんくなってきた。ちょっとよし、トレースオフないね。一回キープしてパスシュート。まあ無理だよな。やっぱあの距離はディフェンス寄せてくると思ったけど、オフサイドかよマジで。もう1点、もう4対2にするしかない。うちのチームは3対2じゃどうせ同点にされる。3対3か。3対3のオチだ。うわーやっべ、ファブリシオブス下がって、ブスト下がって、うわ終わってねえな。危ねえ、ナイスクリア、マグワイア。コーナー頼む、なんとか粘ってくれ。うわあー、オッケー、クリアクリア。デンベレがキープして、ちょっと待って、これ危ない。オッケー、ナイスブロック、ナイスブロック、アップのサイド出して、ちょっと中央デンベレ、いやこちらもだな。サイドいけ、ブスト下がらせて、どうしようかなこれ。デンベレキープして、ここサイドに出して、よし、いいところ、マンキー上、ここ中央デンベレ折り返しか。さあちょっと選手交代して、いやなんでマンキー上そんな下がってんの、なんでマンキー上そんな下がってんの。クリ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 、キーパーとの、あぶねえマジでキーパーありがとう。うわー、いやこれは出たでしょ、さすがにパス強すぎるわ。試合終了、2対3。また打ち合い、まあ勝てたから良かったけど、久しぶりになんか失点して終わるっていうの本当に良くないな。シュート本数こっちの方が少ないな。打ってねえなー。なんか攻撃もとすると、まあただ決めれるところはきっちり決めたってところなのかな。ということで今日は3試合やって2分け1勝と。いやー、まあ満員は普通に強かった。でチェルシー戦はなんだかんだ勝てた。けどアタランタ戦だな、ほんと。まあなんだかんだ無敗だけど、なんかいい雰囲気でもないね。そろそろほんとなんか起きてくんねえかな、守備陣に。ということで今回の動画はここまでです。それではご視聴ありがとうございました。